というわけでね、毎年、まあ、このシーズンがやってくると、このシーズン、まあ、夏季のシーズンですね、絶対来る場所でもあるんですけど、まあ、最近ねかなりねあったかいので、まあ、結構上はね冬っぽい感じ、秋っぽい感じですけど、今日はねあの短パンで、来てるんですよね。今日はね寄島というね浅口市、寄島ですかね。でここはね牡蠣がねかなり有名なスポットで、まあ、岡山県もね何か所かね牡蠣で有名な、場所があるんですけど、今日はねこちらの直売所にね、行ってみようかなと思います。はい、でこれもともとね干拓地だった寄島で、目の前にあるのがねこの寄島、まあ、三郎島、寄島かな、まあ、島だったんですけどね、まあ、その前に、今日のねお店があります。まあ、なんかいろんなね、あの牡蠣業者が並んでおります。いろんなね、作業をしてる中で、今日はね、あのちょっとこっちに行こうかなと思います。去年も来たんですけど、今年もちょっと買いに来ようかなと思ったんですけど、もう開始されてるんですね。1日からで、ちょっと今日1000円ぐらいの予算でなんかおすすめというか、なんかお手頃なやつあればなと思って今日来たんですけど、あ、じゃあそれでお願いします。あー、まだちっちゃいんですか。お、ちなみに大きいやつって大体どれぐらいですかね。あー、まだあれですね、時期がまだちょっと早いので、冷え込んできたら見かけ、あー、なるほどね。一回年明けに来たら、また全然違うけど、あー、だいぶ違います。でもあれですか、もうお客さんの数ってのは多いですか。まだ今日でも最初の土日というか、ありましたね、ポロポロいう感じ。あ、ポロポロですか。なるほど。すんで、すいません、ありがとうございます。よし、買いました。これ1000円、結構重いですね。はい、ちょっと今日はねこちらの方にお邪魔させてもらいました。でもね、料金はね全てなんか一律だそうですね、そういう業界の間で。でちょっとねこれを持って帰ろうかなと思います。はい、こんな感じでございますね。こんな感じです。ちょっといただきます。
ま小ぶりですけどね、美味しいです。こんな感じです、中身は。一番このやり方が個人的には楽な感じが、香り美味しいな。まあね、そんなに大きくないので、本当にお酒のおつまみ感覚でいただくのが、ベストかなと思います。まあちょっと先取りでね、今日はトライさせてもらいましたけど、まだこんな感じなんだということでご理解いただけたらなと思います。またね、引き続きいろんな牡蠣のところに、行ってみようかなと思います。でまたね、その牡蠣の業者さんとかおられましたら、ぜひ取材させてください。うん、うまっ。それでは次回もね、またよろしくお願いします。でちなみにね、これなんかこの全部牡蠣食べ終わった後にこのスープだけをね、飲んでする方もおられるようです。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や
上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏バンスピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。